皆さんこんにちは、チキンチャンネルの藤田です。今ね、夕方の4時40分、今日のね、日の入りが4時29分なんですよね。50より前にね、日の入りってやめてほしいですよね。冬の日が短い時でもせめてね、5時過ぎとかだったらいいんですけど、4時半って早いよな。ってことでね、今日はまだちょっとね、薄暗いぐらいなんですけど、どんどん暗くなってくると思うんで、夜の散歩になると思います。秋の初めにふーちゃんね、一回寒気で羽が抜けたんですけれども、またね、寒気ですね、2回目の寒気です。ごっつい抜けてます。でね、もう背中の辺も羽が出てないんですよね。ね、ふーちゃんね、一時よりちょっと体重が減ったんですけど、まあ、最近はね、食欲があって穀物もいっぱい食べてるんですけれども、ね、やっぱ羽が抜けるとすごい細く見えますね。これでもね、はるちゃんよりちょっと重いんですけど、ね、大きさが全然はるちゃんの方が大きく見えます、ね、で今日はね、はるちゃん卵を産んだんですけれども、大ちゃんがまだ産んでないんですよ。産んでない時に散歩に来たらね、ちょっとぶっ飛んでるような時があって、一人でね、遠くに行っちゃうことがあるんですけど、まさに今その感じですね。一人行動が多いです。今ね、卵を産みたいって感じじゃないんですけれども、こうやってね、一人で遠くに行ってしまいます。前ね、近所の公園の夜の散歩の時もこういうことがあったんですけどね、大ちゃんちょっとね、なんか行き急いでるような感じで、ぶっ飛んだ感じでね、草をついばんだりね、カキカキしたりしてるんですけれども、見るは見せたら来るんですけどね、またこうやってちょっと離れたところに行ってしまいます。普段だったらね、ライちゃん一人があんま好きじゃないんでね、ちょっと離れたらね、僕のとことかふーちゃんとこに飛んでくるんですけど、なんかね、どういうことなんでしょうかね。なんか木が立ってるような感じですね。はい、もうね、かなり暗いです。曇り空っていうのはあって余計ね、暗く感じる ね。電車もライトがついてます。ふーちゃん、葉っぱもいっぱい食べよっかな。最近ご飯はね、しっかり食べれてるんでよかったんですけど、羽がね、抜けてますね。ほら、尻尾も短くなって、うずらをみたい、うずらを尻尾ないみたいでね。モフモフ度が全然違うよね。はるちゃんはもう冬毛でふわふわのモフモフですよね。あー、気持ちいいわこれふわふわ。ライちゃん散りますね。ライちゃん、ライちゃんね、呼んでも来ないです。餌見せたらね、聞きますけどね。今ね、ふーちゃんとはるちゃんばっかりね、撮影してるんですけどね、ライちゃんファンの方、ライちゃん好きの方ね、近くに行ってライちゃんもね、撮ってよっておっしゃる方もいると思うんですけど、なんか向こうまで行って撮るの尺なんでね、こっちに来させます。お、来た来た。やっと一人になったことを気づいたの。ライちゃん、葉っぱ食べてる。ライちゃん、何一人で遊んでんのな、忙しいの。ほら、なんか構ってくれんな、触らんといてくれって感じですよね。ライちゃんじゃないみたい。卵みたいの、面白くないの。いや、こっちはこっちでね、楽しくやろうな、ふーちゃん、はるちゃんな。ふーちゃん、はるちゃん、昨日雨降ったからあんま砂乾いてないな。濡れた砂でやる、ちょっと。いや、うん、夜風呂ですな、夜風呂。うん、あ、来よった来よった。ライちゃんも砂浴びしたら、ここで、はるちゃんの横で。なんとか言いなさいよな。はい、ちょっとおやつ食べましょうね。ふーちゃん、見えんの、こんな暗いけど見えんの、ふーちゃん。ググッさあ、冬の夜って感じになってきたな。
かなちゃんやったら、このクラスやったら、怖ー怖ー怖ーって帰ろう帰ろうって言ってたクラスですよね。ゆきちゃんもそうかな。ゆきちゃんはね、暗くなったらもうキャリーバッグの中に入ってましたが、かなちゃんもクワー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 っていつも言ってたな。帰ろうよ帰ろうよって。この様はもうね、夜遊びに慣れてんのか、全然帰ろうって言えへんよな。ねえ、ほーちゃんちゃんとキョロキョロするよね、食べながらもね、キョロキョロあんたはグーグー。ライちゃん、今日のライちゃんの動きが素早いからな、なかなか取られへん。やっと顔が取れた。ああ、行ってもうた。なんやねんな。なあ、見てんの、ふーちゃん。暗いもんな。猫は出んようにな、ちゃんと見てるんやな。見えてるかな。大ちゃんはまた一人行動です。見える？ここにもね、見るわを巻いたんですけど、一生懸命食べてます。大ちゃんの方にも巻きました。口拭いてんの？見えんの？やっと5時やって、ふーちゃん。はるちゃん、5時でこんな真っ暗やわ。入り口をね、開けとこう。ふーちゃんね、ちょっと帰りだそうにしてるから。大ちゃんはまだまだやんな。大ちゃん帰って卵産むか。夜卵。大ちゃんは明日の朝かな。ふーちゃんぐるっと回ってきた。うん、誰もいないな、カートの中。ぐるっと回ってきて誰もいないから、さあどうする、ふーちゃん。カート入る？ライちゃん、ふーちゃん帰りたそうやけど、どうする？ライちゃん。ふーちゃん入んの？中を見てます。ああ、ふーちゃん入りました。みんなボスが入ったよ、カートの中に。珍しい。ふーちゃん今まではね、一番最後やったのに、ゆきちゃんとかなちゃんと一緒の時はね、ふーちゃんなかなか入れない。さすがにこんだけ真っ暗やったらな、入るか。はるちゃん、ふーちゃん探してんの？ふーちゃん入ったよ、中に。も中入ったよ。カートの後ろ行ってみ。そこじゃない、これ回って回って行ってみ。回って行ってみ。ふーちゃんおるから、ここに。ほら、はるちゃんも入りました。ライちゃんは全然入る気配ありません。ライちゃん、ライちゃん、どんだけ草食べんのよ。帰ったら小松菜ちょっとあるよ、まだ。ブドウはないけどね。ライちゃん、しゃあないな。お尻とツーショット、真っ暗で映れへんな。お尻とツーショット、暗くて映れへん。ハルちゃん、ライちゃん、まだ入れへんの？ライちゃん、車が来た。なんでこんなとこ車走ってんねん。工事の車か。
5時過ぎでね、まだ時間があるので、このままねライちゃん入ってって入れさせるのもなんか悔しいからね、もうちょっとねほっときたいと思います。ライちゃん帰りたかったら自分で入って、なんかな、普通のニワトリみたいやな、全然言うこと聞けへん。普通のニワトリってなんやって感じですけどね、慣れてないニワトリのことね。ライちゃん葉っぱを食べてんの？そんなに葉っぱを食べたかったか？もう肉眼ではねライちゃんほとんどもう見えないぐらい暗いんですけどね。一応カートの周りをねうろうろしてるんですよね。ちょっと意地悪してカートを移動させよっか。小さいね、お子さんを連れたお母さんなんかがね、子供がね言うこと聞かないと、もう置いてくよ、知らないよ、ママ先行くよって言ってね、子供がわーって言ったりね、で全然ガン無視して遊んでたりすることってよくそういう光景あると思うんですけど、ちょっとねライちゃんを置いていこうと思います。さすがに暗すぎてねピントが合わなくなってきたから、ちょっとあっちの明るい方に行こうかな。じゃあねライちゃんバイバイ。ちょっと意地悪してみました。ライちゃん来るかな。でもそんなに 焦ってない。ちょっと走ったごめん怒ってる。なんで行くのよって言った今ライちゃんごめんなさい、ちょっと実験してみました。よしライちゃん、もうハルちゃんフーちゃんも座ってるよ中で、帰りましょうかな。もうちょっと遊びたかったら遊んでもいいけど、どうする？入るときは自分で入るんやで。昨日雨で散歩行かれへんかったからな。ゆっくりしよう。ここはちょっと明るいしええわ。ライちゃん、ライちゃん、ライちゃん、おいで。ライちゃんおいで。なんとなく来るんか。まあ、全くね、言うことを聞かないわけではないんですけれども、ね、こうやってちょっと一人行動が多いっていうかね、飼い主の思うようにならない時っていうのは、この前もあったんですけれども、卵をね産んでない日の夜ですね。はい、ライちゃん戻るよ、おいで。まあこんだけ来たら十分かね。カートの方に戻ってきました。ライちゃんあ、また車来た。よし、口拭いてるってことはお腹結構膨れたやな。帰ろっか。かいの？かいいの？かいいの？おい、ライちゃん。ライちゃん、ライちゃん。パンパンやんかも。だっこ嫌な。なんやん。はるちゃん。はるちゃん、もうちょっと待ってな。もうちょっと待ってな。早帰ってご飯食べたいな。もうちょっと待ってな。ふーちゃんは寝てるか、奥で。な、ほんまにあの末っ子は。なあ、はしゃん、ちょっと眠くなってきたな。暗いもんな。寝たっけ、ちゃった。ライちゃん、ちょっとハルちゃん怒ってるよ今ね、ケーって泣いたんですよ俺。
したら、中でしたら、入れへんのかい。何その横歩き、酔っ払いみたいな。何その酔っ払い歩き。どこへ行くの。入りたいんやろ、中な。おいでよ、じゃあこっち。何その酔っ払い歩き、大丈夫。全く見えてへんからそういう風になんの。ふーちゃんとはるちゃんがね、カートの中に入ったんで、大ちゃんは基本的に僕の近くにいるんですけれども、今ねカートがここにあって、向こうのね道の方に行ったら、ライちゃんどうするんかな。カートの近くに行くかな。実験してみよう。あ、僕のところに来た。来たか。真っ暗やもんな。さすがに来るか。よし、ライちゃんちょっとおいで。ここライちゃん上までおいで。ちょっと、ライちゃんちょっとおいで。ここライちゃん帰りたくないの。ダコは嫌か。あかん、もう僕の負けかな。カートに入れようか。もうね僕の負けですわ。カートに入れよう。ライちゃんちょっとおいで。カートの方行くよ。来ないし。ライちゃん、あら反対方面行っちゃったな。ライちゃん、これほんまに迷子になったりね、猫に襲われたりするかもしれないですね。ライちゃん、ここや。どこ行ってたんよ。おいで。あ、はるちゃんは出てきたなあ。しびれ切らして出てきたんや。お迎え、ライちゃん、お姉ちゃん迎えに来てくれたよ。帰ろう言うて入ったわ。なんて優しい。ちょっと感動したわ今。じゃあライちゃん入ろっかな。はるちゃん出てきてくれたんやな。あまりにも遅いから。はい、もう入ってください。入った。はるちゃんありがとう。はるちゃんのおかげやわ。はるちゃんありがとう。はるちゃんも入って。はるちゃんのおかげや、ありがとうね。よし、はるちゃんありがとう。じゃあはるちゃん入ってください。今日はなんかそっけなかったね。まあそんな日もありますね。いつもベタなあれのイメージのライちゃんですけどね、今日は懐いてないライちゃんでございました。よし、じゃあとりあえずお家帰ろう。遅くなったと思ってもね、まだ5時半です。ライちゃん、いつものライちゃん戻ったかな。な、じゃあお茶入ろっか。ごめんごめん。はい、入って。入って。ライちゃん下行って水飲み。一回下おり。小松菜に納豆ヨーグルト乗せました。何はこわ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 。散歩でいっぱい食べてきたんやろ。うわうわ、もう。ライちゃん、痛い。痛いや、そこに直接折れたら。な、はい、食べ食べ。しっかり食べ。ふーちゃんこぼしてる。ちょっと真ん中やるよ。はい、はい。うわ、すごい勢い。お腹空いてたん？餌もあるんですけどね。ふーちゃんこっちの食べ落ちたやつだけど、お皿の、うん、お皿の席食べ。そうそうそう。おいしい？
父ちゃんでかいの好きやな細かいやつ食べ、細かいやつ。おいしいな。お、小松菜食べてる？お父ちゃんは納豆食べてるな。どっちもか、どっちもおいしいもんな。遠くに行くし、こっちが抱っこしようと思ったら話せって言うし、中二の息子とか娘みたいやったな。もういい大人やけどね、いつも甘えん坊やからな。中二っぽかったよ。中二病ってやつか、思春期ってやつか違うよね。卵を産みたいから、卵を産む前のお母さんモードやったんかな。まあどうでもいいけどね、逃げないでね。夜の散歩でどこ行ったらか分からへんようになったってのは困るからな。こいつみたいにな、白かったら目立つんやけどね。そう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 、卵を産むためにね、しっかり栄養とってくださいよな。ふーちゃんは長生きするためにしっかり栄養とってください。はるちゃんは今日も産んだけどな、明日も産むと思うんで。もう口拭いてんの？もうちょっと食べた方がええんちゃう？そうそう、ふーちゃんいっぱい食べてな。食べた？食べた？来るか、こっち来るか、来るか。いつものライちゃん戻ったな。なんで今日あんな、ぶっ飛んでたの？そういう気分やったのか？そういう気分やったかな？来るか？ってなおい。で。ライちゃん、そういう気分やったんか今日は。そうか、そうか。もうちょっとご飯食べたら。うん、寝るには早いやろ、まだちょっと。何を見てんの？ちょっと卵みたいの。明日やな。明日やな。ライちゃん、いつもライちゃん戻った。ちょっと落ち着きないけどね。もうちょっと食べたら。うん、もうちょっと食べたら。ん、上見てんの？なんもないよ。はいね。ふーちゃんとかはるちゃんまだ食べてるから、中入って食べといて、食べといて、うん、食べといて、中で。はい、ということでね、今日は甘えん坊じゃないライちゃんの動画でございました。おそらくね、明日早い目の時間にライちゃんはね、卵を産むと思います。まあね、僕は仕事に出てるんでそれは確認できないんですけれどね、おそらくそういうことじゃないかなと思ってます。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。